吹奏楽祭は吹奏楽の普及などを目的に毎年この時期に開かれているもので、39回目となる今年は小学生から一般まで合わせて95チームが出演しました。2日間の演奏会のうち、初日のおとといは48チームが出演し、美しいハーモニーを響かせました。それぞれのチームが特徴を生かし、工夫を凝らした演奏を披露していて、訪れた人は会場に響き渡る音色の重なりを体で感じながら聴き入っていました。